和田草は、なでしこかは違い草属の多年草。別名、姫和田草。小型の多年草。主根は、防水状に飛行し肉質で、地下にまっすぐに伸びる。茎は、単なし、直立して高さ10から20センチメートルになり、分子しないで2列になる短毛が生える。歯に2型があり、上部につく歯は2体が接近して耐性するので4、輪性状に見え。 高卵形から皮脂上卵形になり、長さ2から6センチメートル、幅8から2 0トルで、先は二部頭から A かしら、基部は狭まって、柄状、円は波状円になる。下部につく葉は2から4体が耐性し、線状ヘラ形から楕円型で、長さ3から6センチメートル、基部は狭まって、柄状になる。上部及び、部の葉ともに、 葉の裏面の葉脈中脈状にまばらに毛が生える。花期は4から5月。花の小道は約1センチメートル。葉液から花柄を出し長部に短生するか、2から10個が3形状の果樹につく。花柄は長さ1から2センチメートルになり、難毛が密生する。学片は5個あり、楕円型から皮心型になり、長さは4から6ミリメートル。先端は二分頭。 または栄線等になり、背面に難毛が生えるかまたは無毛花弁は白色で5個あり、東卵型で、長さ6から8ミリメートル、先端は浅く凹む。湯水は10個あり、薬は赤褐色になる。果中は2から3個ある。果実は果てとなり、卵休憩で、小道は約5ミリメートル、5個に平ら開けして裂ける。種子は褐色で、 平田、円形から、人円形で扁平、計、約2ミリメートルで、円錐状突起がある。下部の溶液に閉鎖毛がつく。閉鎖毛の花柄は短く、学園は4個、雄髄は2個、家中は3個ある。日本では、本州、九州北部に分布し、平野部の丘陵地や、山地の夏緑林の林内や林園に生育する。国外では、朝鮮半島、 中国大陸に分布する。和名和田草は、和田草の井で、本種の基準産地である、長野県小さ型郡長和町と諏訪郡下諏訪町の間にある、和田峠の名にちなむ。和田峠は、中仙道にある峠で、かつては難所であった。種小名ヘタラファラは、ヘテロフィリで、異なった種子の葉のの意味。葉に苦手があって、上部の葉が見かけ。 上輪成城につき、下部の葉が、線状ヘラ形で耐性する様子は、同族の髭根は違いそうに似るが、髭根は違いそうの花柄は、無毛で、壁が5から7個あり、線状ヘラ形から頭皮新型で先端が、へこまないのに対し、本種の花柄には、短毛が密生し、花弁は5個あり、東卵型で先端がへこむことが異なる。また、 ヒゲネバチガイソは花が男性するが本種は1の10個の花がつく。ありがとうございます。